始めよう。みんなで生活しよう。畑のレストランの種を植えて、好きな料理を育てよう。秘密道具で雨を降らせたり、太陽の光を与えると収穫できるよ。いっぱい取れたね。収穫したご飯をタッチして食べれば元気いっぱい。エビフライにストロベリーパフェ、美味しそうで迷っちゃうね。ペットと触れ合って、ペガ、グリ、ドラコを育てよう。喜んでる、かわいいね。大きく育てて探検をさせると秘密道具が手に入るよ。他にもお花で画面を飾ったり、5人のお部屋をコーディネートしたり、自分たちの世界をレベルアップしよう。素敵だね。冒険しよう。今度のゲームはパズルゲームで大冒険。野生の猛獣たちや不気味な土玉とパズルゲームでバトルしよう。キャラクターを3つ揃えれば攻撃したり体力が回復するよ。ドラえもんの秘密道具も大活躍。息を呑む戦い、ドキドキするね。5つのミニゲームも楽しめる。オオサンショウウオや暗闇族をやっつけよう。